やあハロー、どうもこんにちは。はい、現在11月26日金曜午後3時36分です。37分になりますね。はい、今日は僕は8時起きでね、3ヶ月に一度通院に行きました。そして母は今日仕事休みですけども、朝からお友達と出かけてます。夕方まで帰らへんってことでね、その間に王様ランキング7話、そして SAO アジセーションの、今12、13、14と見てきて、さあここから15話見ていきたいと思います。自己紹介。はい、僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目のマジシャン、大道芸人パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を辞めて、パフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活しております。めっちゃ自粛してます。はい、その自粛中にアニメにハマって、約1年8ヶ月ほどで540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。そして、過去のアニメリアクションに関してはね、再生リストに作品別にまとめております。ちょっとね、先月大量削除したことで、ほとんど動画は残ってないんですけども、あ、これは見てるんやなっていうのがわかると思うんでね、タイトルは。ぜひチェックしてみてください。そして来年の9月、でっかい発表があります。お楽しみに。それでは行きましょう。ソードアートオンライン、アリセーション15話、D アニメストア3。2、1スタート。さあ、出てきた謎の幼女2人は誰なんでしょう。これ整合騎士なんかな。1人は小原好美さんですね。パッとキャスト見ましたけど、何者、敵なんかな。氷協会修道所みたいな。フィゼル、うん、うん、氷協会の人間やもんな。お、うわ、やっぱ聖護騎士や。うーわすっごい不意打ち。リネル新施設なんとか、シンセシスなんとかは基本整合騎士ですよね。うーわ、いきなりやられたぞ。
アンダーワールドって回復魔法はないんかな。そういや、オープニングでデュスロバート出てるんやね。ああ、この何だっけ、クリオネじゃなくて、何だっけ、ユーフラテスじゃなくて、何だっけ、あの一人目の聖護騎士、何だっけ、ああ名前ほんま飛んだ。烈日の騎士、うわーこれいきなりやられたぞユージよ。わあめっちゃ深く刺さったな。うわ、やっぱ聖護騎士か。せっこうこの幼女二人。リネルとフィゼル。殺し合ったってこと？はあ。今度アドミニストレーターが生き返らすってこと？まあ、ドラクエで言ったらザオリクやんね、これ。今10歳か。
いやかましいわって感じだなこれ。誰？ああ、キュリテン。何これ？どういうこと？いや、刺されたとこ大丈夫なん？何をしたんや、キリト。あ、そうなんや。刺された傷は大丈夫なん？さすが GGO で名探偵プリを見せただけあるね。名探偵キリト再び。5対1。女性？ん？わ、穴開いた。
わないと。足にわないと、行った。あ、溶けた。何？千枚の鏡からできた一本の剣？ん？跳ね返した？うん、美人。どの男や？リーナ先輩やな。ベルクーリか、ベルクーリか、最初にちょっと、今のベルクーリ？なんでやねん。
え、自分にも食らってる。お。おお。主戦権弱。いや、ほんまは強いんやんね、多分。ああ、痛い痛い、もう体に穴開いてんの、痛い痛い。ああ、どこで終わってんねん。どこで終わってんねん、これ。ファルスやったっけ。あ、ファナティオ。ファナティオや。ナバタメヒトメさんや。あれ最近なんかでも縄田めちゃめさんみたいな、あ、コミさんのおかんやったかな、初めてあの縄田めちゃめさんを見たのはこのスバです。このスバのなんか検察官みたいな女の人、名前忘れた。あ、金木星か。金木星読めへんかった。はい、ちょいと、キャストだけ見させてください。あ、昨日ひなさんって聞いたことあんな。うん、はいはい。とりあえず今回あの出てきた、リネルとフィゼルね。リネルとフィゼルは、まあ、要は、修道女の、
ふりをして近づいてきた、やっぱ正護騎士だったですね。正護騎士かなと思ってましたけれども、卑怯な不意打ちをしよってからに、ほんまにあれ思いっきり腹ざっくりいかれてたけど毒だから、いや毒だけのダメージちゃうであれ、うん、でキリトは刺されたけど、うん、なんだっけ、毒分解の術式をかけてたかな、なんかそんな言ってましたね。で、まあこのリネルとフィゼルの話からすると、アドミニストレーゼ、じゃちょっともうアドミニストレーターかは、何蘇生の天命回復、まあザオリックみたいなもんですよね。それを完成させるために子供らを殺し合わせてたと、殺し合わせてて、失敗したら爆発したり怪物みたいになったりとか、まあひどいことになってたと。それが5歳からで8歳の時に中止したと。でその8歳で生き残った2人は特別に正護騎士にされたっていう話でしたね。何を指しとんねんアドミニストレーターは、子供らにね、何を指しとるんや一体。ほんで、この2年間はなんか勉強、正護騎士としての勉強をさせられてたという話でしたね。うん、リネルとフィゼルね。で50回まで、連れて行ったところでキリトがね、あのマヒドクナイフでちょいっと切って2人動けなくしたと。で貴様らが舐めてかかってた正護騎士がなんぼほど強いか見とけということで戦いに挑んだわけですよね。うん、やけどあのファナティオ、まあ声からしてねちょっと女の人かなとは思いましたけども、視線権も明らかに女の人でしたね。柚木直子さんっていうのかな、上田ひとみさん、桜木かな子さんっていうのかな、うん、視線権はどうなの、あ視線権ってこういう字なんや、旋風客の線なんやね、選ばれたと思ったから視線権、うん、一瞬でなんか友情に効率的にされてましたけど、でああの男のようにって言ってたのは今後出てくるのかな、あのファナティオが、私が女からって言って舐めてんのかみたいな。で、ちょっとあの体に穴開くシーン、痛い、もう見てて痛い、うん、あの僕も昔あの注射をね、あの点滴か何回も失敗されて穴開いたことあったんでね、誰が興味あんねこの話で、何千枚の鏡を一本の剣にしたのが、なんとか剣、なんとかかんとか剣ね、ちょっともう名前合わせやけど、うん、でまあとりあえずまあまあまあ裕次がとりあえず復活して効率剣したけど、なんて言った、憎しみ怒りじゃあいつを倒せないみたいなこと言ってましたね。なんかすごい中途なところで終わったんであれここで終わりかってなりましたけど、うん、まあびっくりした。とにかくあのリネルとフィゼルの話が今回一番ひどいね。ああほんまに何を指しとるんや一体。というかそのセントラルカセドラルの中で生まれるっていうのもあるんやね、どないして、うん、という疑問があります。で今まだあの何だっけ、完全武装なんたら術式の意味もちょっと分かってませんし、システムコードの意味も分かってません。なんか呪文みたいなもんかな思ってますけど、うん、まあちょっとこのファナティオが果たしてどうなるのかすごい気になる終わり方でした。はい、ということで SAO アリシゼーション15話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね大道芸業界死んでますんで、僕は、まあ、今貯金をね切り崩して生活してますが、去年の3月27日にバイオリティバーガーデン10話のねリアクション動画を投稿したことをきっかけにアニメリアクションを始めて、今で1年8ヶ月目、明日から1年9ヶ月目ですが、先月ですね1年7ヶ月目の時に悲劇が起こりまして、まあ著作権の侵害の警告2つ受けましてね、まあ納得はいってないんですけれども、うん、まあそれにより、なんと1年7ヶ月やってきたうちの1年5ヶ月分の動画を失いました。まあ自分で削除したんですけどもね、安全のためにアカウント停止からとまずいんで、まあ、それでもどん底を見てほんまにもうやめようと思ったんですけどね、アニメリアクターを。ただ今はもうまた根性、これ自分で書きましたけども、根性を入れ直して一からアニメリアクションまたやり直してますんでね、8月の半ばぐらいから。だから夏アニメが中途半端に消えてもうてるんですよね、6話7話ぐらいまで。うん、まあちょっとそういう状況からまた今一からやり直してるところなんで、皆様の応援ぜひともねよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ僕と一緒にアニメ楽しんでください。お願いします。はい、しかし僕はね、本職が大道芸人パフォーマーですから、ホームページだけでもいいんでね、見てください。クリックポチッと、もしくは PV だけでもいいから見てください、ね、そして大道芸にね、興味を持っていただければ嬉しいですし、うん、僕に興味を持っていただければ最高です。いつか僕のショーをね、生で見に来てください。はい、ということで、以上、マジ大道芸人浜田でした。最後までありがとうございました。それでは。